今年13年目の丸です。ジャイアンツでは2シーズン目。丸選手の中で目標として立てるのであれば、昨年よりも上の結果を出していく、そしてまずは全試合出場。昨年はこの丸の前をキャプテン坂本が打っていました。本人の中ではそのキャプテンが40本のホームランでランナーがいない状態で打席に入ることも多く、少し大味になったなというふうに振り返っています。そしてこちらキャプテン坂本勇人、14年目です。昨年はこのキャプテンの活躍、そのプレーで言葉でチームを引っ張っていきました。昨年のセリーグの MVP です。ショートでの受賞というのはセリーグ初になります。球団としては2014年菅野投手以来5年ぶりの MVP、 ゴールデングラブ賞にも輝きました。5年ぶりに全試合出場というのもありました。頼れるキャプテンが忘れ物の年、日本一を取りに行きます。さあこの丸、坂丸コンビ、そしてそこに4番の岡本がつきます。相手チームにしたらこの打順として選手のつながりがあると気を抜くことができません。だからこそ1番5番が大切になるジャイアンツ、順調に結果も実戦で丸は出しています。順調な仕上がりの丸、そして坂本キャプテンは自主トレで一度、そして宮崎キャンプでも一度、2度インフルエンザで体調コンディションを崩したというのもありましたが、でも見てください、このバッティング。本人の中では少し焦りながら調整していきますというふうに言っていましたが、この時期だからこそ良かったというのもありますし、連日元気な姿見せてくれているキャプテンです。昨年はセリーグの新記録、36試合連続出塁。このキャプテンはこの2020年は記録ずくめのシーズンになりそうですね。2000安打、352塁打、255ホームランなど、坂本キャプテン、まずは2000安打をいつ達成するかと
というのもとても楽しみになります。今年のキャンプではこの丸を含め坂本、亀井、住谷 S 班として1軍には合流せず2軍が行われていた日向スタジアムで練習を重ねてきました。ある意味その宮崎キャンプで2軍3軍の選手たちにとってはチームの中心選手がどんな練習をするのかというのも刺激になったと思いますし、何かそこから自分に取り入れて飛躍、そういう年にしたいというのもあると思います。この S 班にとっては自分たちがするべきことをしっかりとできたという順調な仕上がりを見せている坂本、そして丸の姿がありました。